一口動物図鑑。ガーパイクは、長いくちばしみたいな口が特徴的な魚で、恐竜のいた頃からいる古代魚ってやつです。種類的には7種類くらいいて、一番小さいショートノーズガーでも50センチ程度、一番大きいアリゲーターガーは2メートルを超えて、中には3メートルっていうのも見つかってて、みんな大きいです。ちなみに、ガーってなんか変な名前だなーって感じですが、ガーってつく魚は他にもマイナーなのだとブラントノーズガーなんていうのがいたり、バター焼きとかが美味しいサヨリとかダツも英語だとガーフィッシュって言ったりするそうです。それぞれ似てるだけで別に近い仲間ってわけでもないんですけどね。本来住んでるのは北米と中米なんですが、日本でもどこかのバカが逃がしたりしたせいで時々見つかってニュースとかで出てきますし、日本に定着してなおかつ生態系に影響を与える可能性があることから特定外来生物っていうのに指定されていて、悪者扱いされがちですけど生き物としてはよくできていて、鱗の骨の魚って書いて鱗骨魚っていうくらい硬い鱗を持っています。アリゲーターガーの鱗なんて手裏剣みたいに投げられたらちょっとイラってするくらい痛いです。鱗投げられたら普通にムカつきますね。もともと体が硬くて泳ぎがうまいって感じでもなく、生まれたばかりの頃なんてほんとヒョロヒョロで棒みたいなんですが、そのおかげで水辺の植物や水面に浮いてる枯れ葉などに身を隠していられますし、瞬発力はあるから身を守りつつ近づいてきた獲物をパクって食べちゃったり、ガーの住んでるところは流れの少ないところで、そういうところは酸素が少なくなることがあるんですが、浮き袋を肺みたいに使って空気呼吸をすることができるので、水中の酸素が少なくても大丈夫なんです。大丈夫なんですが、逆に、エラ呼吸の能力が低いので、水面に行けないと息ができなくて溺れてしまうんです。それと、卵には毒があって間違って食べちゃうと大変なことになっちゃうみたいです。逃がした人の口に詰め込んでやりたいですね。独特な見た目の面白さもありますが、ゆったりした泳ぎはとても魅力的ですので、水族館などで見かけたら、太古の地球を想像しながら、ぼーっと眺めてるのもいいかもしれませんね。じゃあね。